ギリアンチョコレートギリアンの貝殻のチョコレートギリアンは1958年に設立されたベルギーのチョコレート製造業者。同社の社名は創業者であるガイ・フォバートとその妻ギリ,リアンの名前から取られ命名された。ギリアンは様々なフィリングの貝殻のプラリネでよく知られている。2008年、同社はロッテにより約1億1000万ユーロで買収されることが判明した。 ベルギーのシントニクラースにあるパン屋の息子として1938年に生まれたホバートは、同国のアントウェルペン製菓職人学校で修行をした。在学時から、ホバートは、すでに地域の市場で、手製のトリュフチョコレートを販売していた。チョコレート専門店としてのギリアンは1958年に設立され、ギリアンの社名はガイフ・ホバートと、つまりギリアンの名によるカバン語として作られた。 夫妻は、自宅で小規模な製造業者として、事業をはじめ、地域のチョコレート店で販売されるプラリネと、トルフチョコレートを製造した。2005年3月、ギリアン・アントワネ・ブフユーは、シントニクラースにある市場の広場で、世界最大のイースターエッグのチョコレート製の彫像を製造したとして、ギネス世界記録に認定された。この巨大なチョコレートの卵を作るために、ギリアンの マスターショコラティエが26人で8日間継続して作業に当たった。この卵は高さ8.32メートル、幅6.39メートルで1950キロのチョコレートまたは約5万枚の貝殻のチョコレートバーを用いて製造された。タツノオトシゴが会社の商標として用いられ全世界で著作権により保護されている。オ 本物のタツの落とし声よりも外側に沿ったデザインとなっている。ギリアンの貝殻にはその製品がギリアン製であることを示す人意の文字がオーナツされている。ギリアンはプラリネをギフトボックス、小包装されたチョコレート、チョコレートバー、トリュフチョコレート、ナポリタンで販売している。ギリアンは貝殻のチョコレートでよく知られている。ガイフォワートが1960年代に作った オリジナルヘーゼルナッツプラリネは現在も販売が継続されているギリアン公式サイトありがとうございます。